関して。本日のゲストは移動館練馬支部代表の小川雅人先生です。小川先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。小川先生との出会いは今から約7年前、2016年ですね。小川先生が主催するマーシャルアーツジャムスパーリング交流会、そちらにこう参加させていただいて、そこからのご縁となっています。スパーリング会に参加させていただいた約1年後ぐらいに、私が達人ルールと呼ばれる素手顔面筋的ありの試合に出場する際に、スパーリング相手を募集した際に、ありがたいことに小川先生が立候補していただいて、大変助かりました。ありがとうございます。でもこちらも勉強させていただいて、ね、すごく有意義な時間でした。ありがとうございます。小川先生の助けがなかったら負けてたかもしれない。まあ誰か一人のね、協力がなかったら負けてたかもしれない。まあ、それぐらい紙一重の試合でしたので、その時にスパーリングに協力していただいた方には大変感謝しております。まあ、改めてお礼を申し上げます。ありがとうございます。小川先生が移動館を始めたきっかけを教えていただけないでしょうか。はい、私の姉弟子になる岡部義文ちゃん、彼とフルコンタクト空手道場で出会いまして、2人で一緒に練習していたんですけれども、そこに兄弟子の岡部武久さんが加わりまして、3人で練習するようになったんですね。その時に武久師範が中国拳法をやっているということで、それで着流神殿中国制覇拳法と大気姿勢拳法、すごく興味を持ちまして、はい、紹介していただいたというのが92年ぐらいですね。はい、はい、それが初めですね。はい、どうかどういう技術になるのか紹介していただいてもよろしいでしょうか。はい、一つは着流神殿中国制覇拳法、もう一つは大気姿勢拳法、まあ、通称大気拳ですけれども、着流神殿中国制覇拳法は開祖の桜小路和孝先生が創始した拳法なんですが、中国の拳法ですね。それに加えて土足流等の空手二流派、それから柔術とか琉球古武術、そういったものを研究して、最終的には桜小路先生が居合道を幼少の頃からやられていたので、居合道の交差法の割合でシステムを作ったという内容ですね。交差法というのが特徴です。大気拳の方は基本的には立前という前を組んで、その状態のまま動くという内科拳ですね。はい、これも中国拳法です。その2つを稽古しています。はい、小川先生が創設した総合武道格闘術、はい、すごく興味があるので、ぜひ紹介していただけたらと思います。あ、総合武道格闘術は硬さと重さがある武器を使って防具を着装して自由攻防を行うんですけれども、その時に、切る、突く、それから蹴る、投げる、体当たり、これを駆使して稽古をするという内容のものです。特徴的なところが勝負感を持って稽古はするんですけれども、そこで勝敗を決めるというようなことをしないところが特徴です。はい、勝敗を決めることによるデメリットみたいな、自分が相手に打撃あるいは斬撃を加えた時にすぐにその返されてしまうと、その時にそれを考えると及び腰というか腰が引けた攻防になってしまうんですね。ですので勝負を決めようと、相手から一本取ろうということを主目的にしてしまうと、攻防の一番重要なことがなくなってしまうというか、本末転倒になってしまうということで、勝負感を持って行いますけれども、試合で勝敗を求めないということで稽古しています。例えば一発打ったらすぐ離れちゃうとか、そういうことが起きちゃうっていう。そうですね、そういうことが起きちゃいます。
ですね。あとは腰が引けた状態で相手に斬撃を加えるとかいうことがリアリティからかなり外れてしまうんですね、はい、ポイント用の打ち方になっちゃうっていうか。あ、そういうことですね、はい、なるほどですね。競技にしてしまうと競技ルールに即した形に変形してしまうんですね、はい、ですので、やってることがいつも稽古している内容と基礎基本とそれから実際に、そういう組み立ち、自由ランドで行った時の形が全く別物になってしまうということを、まあ、考慮してそういうふうにしています。はい、はい、素晴らしいお考えですね。そうですね、木剣ですね、木刀ですね。この八刀流の木刀なんですけれども、まあ、通常の木刀よりもかなりしのぎが厚くてふっくらしていて、もう強いんですね、はい、でこれでまず基本は稽古します。でこれで基本を稽古しないことには刃筋がわからないので、なのでまずはこれでガッツンガッツンぶつけながらやります。はい、で自由攻防用の、剣ですねは、琉球古武術の、棒ですね。それを半分に切ったものに、緩衝材を巻いて、それで革の袋をかぶせてあります。なのでかなり重さがあります。重さとあと硬さがあります。面は日本拳法の面ですね。それにタレをですね、拳法を守るタレとあと喉を守るタレをつけまして、それで自由攻防に使っています。これは剣道の面ですと頭頂部に鉄が入っていないので、まあ、ちょっと心もとないものがあるので、日本拳法の面を使っています。胴は逮捕術の胴に脇ですね、脇の下を守る、タレをつけてですね、それでここに突きが入らないように、まあ、入っても大ごとにならないようにそういう安全策をとっています。固定も、逮捕術の固定を使っています。この固定のいいところは剣道の固定と違ってこのまま、拳で殴ることができると。ですので、剣道の固定よりもこちらの方が自由攻防の時には使いやすいということですね。はい、総合武道格闘術で、はい、空手の型の動きに共通する部分がいくつかあったので、ちょっとそちらも紹介させていただきたいと思います。私はちょっと剣が素人なんですから、まあ、剣の持ち方ですとかの持ち方は全然めちゃくちゃなんですけども、例えばつばぜり合いのような形になった時に総合武道格闘術ならではというか、この状態で蹴りがあったんですね。こういう状況の中で蹴っていくのは、まあ、何年前であれば筋肉になりますけれども、そういうふうに蹴っていくと、こういう動きがこう肩のそうですね、この動きという状況から横蹴りを蹴っていく、これも肩のこの動きですかね。この状況の中で柔道でいうところの大外刈りみたいな、ね、こういう動かれるあります。この動きはカンクルというのがこういうですね、この状態の中でこう組んだりですね、こういう感じです。ピーアンソロさんですね、こういう状況の中でこう崩したという、内反地の波返しの動きですとか、このようなその空手の動きが随所に見られて、総合武道格闘術を研究することで、まあ、空手の理解が深まるんじゃないかなと思った次第であります。防具とそれから、まあ、特殊木剣を使った自由攻防をやる前に、この木刀木剣によって、稽古をしていきます。はい、でその基本となるものが小野八刀流の切り落としです。で切り落としというのは
相手の射立ちですね、射立ちに対して上から切り落としていくという形なんですけれども、川島先生、斜めに切ってきていただいてよろしいですか。はい、で、そうですね、で、これで切り落として最終的には突きの形になります。で、これが基本なんですけれども、何をやっているのかというと、一回斜めに打ってきた、切ってきたものに対して受けて、それからくっつけるのではなくって、受けとそれから相手にくっつけていくものを同時に行うんですね。それが剣術でいう交差法なんですけれども、それをまず身につけていくという稽古を行います。切り落としの稽古が基本となって、それを特殊物件を使って自由攻防ができるようにしていくんですけれども、じゃあ射立ちで切っていただいて、はい、それでそれを上から切り落としていきます。はい、はい、お願いします。で、だん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 それ強くしていってもらって、はい、わかりました、はい、先ほどやった受けてから相手にくっつけていくというものは、トスの場合受けてから突くということになると思うんですけれども、はい、切り落としの場合は相手の射立ちに対して、そうですね、まあ受けとそれから攻撃、攻防が一体になっていますので、はい、これは例えば突きに対して、そうですね、突きに対して、はい、受けと突きが、同時に行われているということになります、はい、でそのあたりがこういった武器を使いながらやっていくと都市にも生きるんじゃないかなというふうに思います、はいはい、そうですね、これを横で受けて、そしてそのままくっつける、こういう場合もやるんですけれども、受けるときに垂直に立てていないことには、これ斜めになっていると、そうすると指は落ちてしまうので、基本は垂直に立てて受けるんですけれども、慣れてくるとこれをこの状態で受けるんですね。相手に切っ先を近づけながら受けます。そうすると真横に振ってくると軌道が下に勝手にずれていくんで、はいはい、なので5-5からだん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 5の線に変わっていきます、はい、手張りの最初の基本の、真横、これは手ですね、会所の練習ですね、はい、それで、まあ、相手に先を近づけて、そしてくっつけていくと、はい、そうするとそれは、会所、行所で総所となると、まあ、相手が、今横から降ってきた場合には、一瞬早く、はい、こちらに一応気持ちを持っていながらも、はい、一瞬早く、はい、くっつけると、そうすると、開所、行所、総所練習になります、はいはい、この回答流の木刀なので、このしのぎの膨らみがかなり丸っこいんですね。でこの丸っこさを利用して、それで切り落としの稽古をするんですけれども、
それをやっぱり激しくやっていくとだん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 ささくれてきてしまうので、それで、はい、こういうところを削っていきます、はい、最終的にはもう折れてしまうことがありまして、折れてしまうとそれを木立に改造するという感じですね、はいはい、ここから、振りますので、はい、これで受けていただきたいんですけれども、はい、この時に一応ここは固めておいていただくと、はい、いきますね、はい、これでいきます、はい、もうちょっと強くいきますね、はい、というような感じで、で、こうですね、こうですよ、はい、もしよろしければあそこで受け止めた後にその前襟を払ってもらうというようなやってみましょうか。ちょっとこの状態で、そうですね、はい、でそういったことがもしかすると獲物を使わなければいけない場面が、まあ、日常生活なければ一番いいんですけれども、あるかもしれないときに衝撃に備えておくと、はい、ああいう意味でも有効なんじゃないかなと思います。そうですね、はい、その衝撃に備えるということがもしかするとソフト圏を使ったりとか、はい、市内を使うということとかなり違うところだと思います。はい、はい、武道館の着流神殿中国制覇拳法を、それから総合武道格闘術の一番の要になるところは交差法なんですね。でその交差法の機微を専門で体系づけられているのはかなり珍しいと思います。例えばスパーリングとか組手をたくさんやることによってそういった機微駆け引きっていうのは養われていくと思うんですけども、それは個人のセンスというかそれに任されている人が多いと思うので、そういったところまで、体系づけられた武道ですので、もしご興味がありましたらそういうところをまあ、ご提供できると思います。はい、小川先生、本日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。先ほど説明にあった交差法ですね。格闘技でいうところのカウンターですよね。はい。それを体系立てて並べるっていうのは大変素晴らしいと思います。はい、ありがとうございます。確かに既存の格闘技ですとか武道ですと交差法があるといえばあるんですけど、才能に依存してる部分が。あって、まあ、できる人はできると、できない人はどうしていいかわからない、はい、それがちゃんと体系立てて学べるというのは非常に素晴らしいと思います。ありがとうございます。総合武道格闘術の可能性ですよね、はい、特に未知の部分というのは体術と武器術が重なる部分ですかね、はい、一般的にはその体術だったら体術、空手、柔道、諸々ありますけど、剣道だったら剣道、体育術っていうものがあったりしますけれども、まあ、それも競技化することによって武道っていう見方をした時にいろいろ問題が生まれたりする。総合武道格闘術っていうのはそういう、まあ、体術だけじゃなく武術だけじゃなくそして競技にも特化していない武術的要素といいますか、そこの部分がより明確になっていく、今までになかったものというかそういったものがこれから見つかるんじゃないかな。小川先生の稽古を参考にさせていただいて、ぜひ学ばせていただきたいと思います。ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。川島優の心技体チャンネルは心、技術、身体について川島優独自の視点で解説するチャンネルです。この動画が参考になりましたらチャンネル登録、高評価をお願いします。